おはようございます。キャンプショーです。冬キャンプショーのアイテムを紹介していきたいと思います。まずはシュラフから。僕が使ってるシュラフが、今までこのスナグパックのシュラフを使ってきました。こいつがコンフォートマイナス2度、限界がマイナス7度のスナグパックのシュラフです。そして冬キャンプショーはこいつ、イスカのアルファライト 1300EX です。ウィンターモデルって書いてある通りです。こいつはね、快適温度の限界は仕様に表示はないんですけど、リミットがマイナス20度ってことでね、かなり厳しい寒さでも耐えれるということなんで、こいつをチョイスしました。その前にサーモレストの Z ライトソル、こいつを引きます。これだけでね、ここにベルトがついてるんで、これ外すとジッパーが開く。よし、じゃあ失礼します。ここにね、プロコードがあって、こいつを引くと首から下をね、しっかりと守ってくれて、熱をね、逃がさないようにしてくれるようになってます。そしてこっちのドローコートで顔をギュッてやれば快適という感じです。ちょっとやってみます。チャックはね、当然中と外両方にあるので、中からも閉めれるようになってます。中のね、コードを引くと肩までしっかりとカバーされ、よいしょ、もう一個のね、ドローコードを引くとこんな感じで、めっちゃ熱いです。ふう、アラジンのブルーフレームヒーター、まあ普通のね、石油ストーブです。すげえかっこいいと思います。テントを張ってるとね、結構温まるんですけれど、外で使うとね、あんまり暖かくないです。下から空気を吸って中を通って、上から暖かい熱を出すタイプなんで、横にいてもね、あんまり熱が来ないんで、そういう意味で屋外だとあんまり暖房効果がないです。ソロストーブのレンジャー、こんな感じですね。ここからね、空気を吸い込んで、この穴からね、その空気が温まって出てきて、煙まで燃焼しちゃうんで、めちゃくちゃ燃焼効果が高くて、かっこいい焚き火台です。かなりね、火力もありますし、薪の消費も激しいんですけれど、めちゃめちゃ暖かいです。
このねロストロを置くことで料理がねできるようになってます。8インチのダッチオーブンを置くとこんな感じです。Gストーブヒートビュー XL です。テントプロテクターに耐熱テープを巻いたものです。こいつが本体です。火加減これを組み立てていきます。こういう風にね折りたためるようになってますのでピンをね入れて固定していきます。こんな感じですね。そしてひっくり返して開く。こうかな。煙突トップですけど僕はねこれを買いました。スパークアレスター。こっちよりもね目が細かいんで火の粉がね飛び散りにくくてテントが燃えにくい。あとはここに3箇所ロープをくっつけれるようになってるんで強風時のね転倒の恐れも減るということでこれも買いました。じゃあつけていきます。よし、この中にロストロを入れます。ロストロは折りたたみ式こんな感じですね。斜めに入れて できました。薪もねちょっと雰囲気だけ入れてみたいと思います。よいしょ、こんな感じですね。で、下にこうやって入れて火をつけるみたいな。これで鍵をしてここで空気の量を調整します。やばい、組み立ててるだけで楽しみすぎる。ロッジの僕の愛用の8インチスケレット、あとユニフレームのヤマケット XL サイズはねここの大きさが通常のサイズよりも12センチぐらいでかくて2つ置いてもね結構余裕があります。早く料理したい。ここにね置いて少しね、温めるぐらいのこともできるようになってます。うわ、めっちゃいいな、早くやりたい。
よし、こんな感じでね、楽しくソロキャンプやっていきますんで、楽しみにしててください。動画をご視聴いただきありがとうございました。